今回は超究極アイゼン宗介やります。でギミックが地雷必須じゃないで、ブロック必須で、元素壁必須で、パワーポールに触れると攻撃力アップなんで、別に多属性連れてってもそんなに困らないですね。属性効果アップが全然ないんで。で編成なんですけど、あの無月一号艦隊でしょうか、一号守ってやるぜ原作再現の、まあ、死神ブリーチコラボ原作でいくか、まあ、みんなで無慈悲な無月6連でしょうか迷ったんですけど、まあ、今回はちゃんと原作再現できそうなクエストなんで、ちゃんと今回は無月一号でいこうと思います。でパワーポールで地雷がちょびっと出てくるんですけど、多分そのパワーポールだから1殴りが重要なんですね、最初の。だからその辺上げるための地雷だと思ってる。うわ透明化だしいやこれクエスト一番最新ナンフェア出てきたばっかなのに、これ理解しない人絶対ですよ。でここ透明化して、はい、で殴る、うん、あれ BGM、 これあれ BGMBGM これ初？ちょっと待って、これ、おーん！ロック、やべ！これ爆発したら死ぬんじゃないんすか？そしたら透明化してからの、透明化してからの元に戻って3フレしろだから、だからこれを透明化してから戻らなきゃいけないんで、はい。これで、いや、ちょっと違うな！これ爆発したら即死とか嫌なんですけど、で、透明化して2フレがいけたんで、だからこう打って、はい。こう打って3フレにする、戻る。はい。殴って3倍くらい違うかな、そのレベル2とレベル3で。うわ、でもロックオン地雷か。ってことは、でも、よくよく考えたらそうすることほとんど対策いらないんで、あとは原則壁とあれ。っていうか、3フレしなきゃいけない。透明化もしなきゃいけない。しかもこれ貫通家だ。貫通もいるの？ここに透明化のスイッチある。で、元に戻るからあそこ出てくる。2フレで多分倒せると思うんだけどな。いけないかな？はい。あ、いけるよね。で、倒して。はい。で、これ原則壁が外から出てくるから、運営さんギミック対策完全にしてるんですよね。なんかモンストの BGM っぽいようなのが聞こえた気にするんだけど、気のせいかな。で、2フレする。あ、でもこれあれだな。透明化消えるから、こう打って。はい。はい。こう打って。はい。うわーこれあれだな、過激前手乗せてても、確か過激前手乗せてたはずなんで、それ乗せてて、ギリギリ届かないっすね。だから2フレして2回殴らないといけないのか、これ倒そうと思ったら。はい。で、倒す。でもなんか、中のゴーレムは、適当に撃ってた、倒す。は？これ対策必須レベルでしょ！地雷3万持ってかれるんですけど、しかも2ターンだし。いや、これでも無月一号で行きたいな。なんか最近、いや初見からネタ攻略してませんかって言われてるんですよね。だからちょっと真面目に攻略もできるんですよっていうところを、いや見せたいよね。あ、そうだ、よく考えたら俺底力発動するから2フレでいけるな。だから2フレでいけるから、ここ1回透明化して、はい。で戻る。でここでこう殴る。 OK。 うわー、この底力でできるかできないかすげー3になりそう。っていうかこれ多分地雷で死にますわ、編成変える後で。あ、来ましたアイゼン。あ、でもこれちゃんとブチ切れる前のアイゼンね。そしたら3フレして弱点殴らなきゃいけないで、2個踏んだら透明化が元に戻るから、はい。あれ今3フレできてたよね、もしかして3フレでもダメパターンで地雷食らう。うわ、すげえいや、ダメだこれ、勝てる気がしねえ。ここから3万持ってかれたら、だって絶対みんな死ぬじゃん。これを、だから3フレして戻し、いや、ちょっと待って、2フレ殴りでどれぐらい通じるからなと。はい。は？え、もしかしてこれ内部弱点っすか？いや、そんなことないよね、さすがに。これ内部弱点だったら、1号嫌がらせしすぎじゃないですか。だから、これを3フレして、はい。いや、通る通る。で、弱点もう殴れてる。ただ、この後は私死にますね。
いやですよね。はい、帰ってきました。で、ちゃんと地雷回収できる編成に変えまして、まあ、サンダルフォンと、あと、唯一の多分ワンパン狙えそうな、この霹靂一閃ワンパン狙うために全員連れてきました。これやります。で、この裏で何回かステさんやってるんですけど、いや、ステさんむずくない？これ、はい、足場、やべえ、やっちゃった！いや、これさ、サンフレ弱点めちゃくちゃむずくないっすか？なんか、絶対この透明化スイッチ通るんですけど。で、あとこれも、地味に、ちょっと待って、これを。はい。はい。よし、え？あれ？うわ、今2フレだったもしかして。いや、こんな感じで、で、殴って削るじゃないですか。ほらー、超速再生の再現。超速再生の再現でこれ、削ってくる、回復するんですよね。しかも結構な量、4分の1くらいかわかんないけど。はい。よし！で、一回殴れてこれだから、やっぱ結構過激持ってこれだもんね。で、矢印反転。平子真嗣の真似。平子真嗣じゃこれやってくるべきキャラの。で、矢印くら、矢印じゃない、カウンターキラー持ってるから、これは外側殴って、しかもこれ剣2個取っちゃうのもったいないな。はい。あの裏って、あの上ってスイッチ踏まずいけんだ。私の体に傷をつけたことが嬉しいか。思い上がるなよ人間が。おお。めっちゃこって。いやアニメじゃちょっと見てないんであれだけど、アニメの演出と結構かぶせてきてんのかな。で、そしたらゴーレムがみんな透明化してる、アイゼンは出てる、だから一回これスイッチ踏んで逆転させたら楽か。スイッチ踏んで、SS 短縮はコネクトスキルだから別に踏んでなくても OK なんで、はい。はい。これで？いや、倒して！あー、ちょっと残っちゃったな！いや、だ中ボスの時もそうだけどさ、これの削りやばくないっすか？で、3フレ弱点は、いや、ちょっと無理そうだな、これ、3フレ弱点。え、いける ?3 フレ弱点のルートなんかあります？ある？なんか。いや、ないよね。普通に2フレ弱点で行ってみようかな。はい。はい。ん？あれ？あ、しまった、こっち、矢印反転だ！もう、やべ、こういうミスしてる場合じゃないんだよな、ほんと。だからこれを3フレ弱点。いや、3フレ弱点だったらこれでもうポーンでいけるんですけど、いやー、これ透明化スイッチあるからな。透明化スイッチあるから、で、あれの地雷も回収しなきゃいけない、前逸の。このぐらいでいけるかな。スイッチ踏まずいけるこれ。はい。いや、踏んじゃうよね、やっぱ。しかも2フレ、やっぱ2フレ弱点か、3フレ外側じゃないと地雷持ちの。で、矢印反転。じゃないとちょっと難しいよね、これ。これをカウンターキラーはもらってる。で、透明化はできる。こう打って、外側殴ったらどれだけ削れるかな。で、即死は多分この上の4で合ってるよね。こう打って透明化して、こう打って、こう打って、透明、いや、こういう時にちょっと考えちゃうのがパワースイッチの結構めんどくさいところよね。こう、いや、ねえ、いや、思いつかねえ、なんかいいスイッチある、これ。こう打って、ああ、分かった、こうが、こう打って、はい、矢印反転だ。もうくそ、分かりにくいな。もっと分かりやすくキャラ全体に表示しても、左下見るの完全に忘れた。これ無月いちごちょっと打たないと完全にやらかしてるな。で、3つ持ってるんで、そうね、こう打って、はい、いや、これできればラスゲにトットしたよね、原作再現的な感じ。よし、 OK。 さすがにこれでも、さすがにこれでも弱点殴っても攻撃取るわけじゃないね。で、無月するでしょ。いや、やっぱこれ無月すごい役に立つ。もうこのために無月作られたと言っても過言じゃないぐらい、無月めっちゃ刺さってるもんね、仕様と。で、そしたら透明でしょ。で、2フレだから、あ、これは今こう打って、
しかもこれ弱点運によってルート変わるっていうのがすごいいやらしいところよね。はい、よし。いやマジでこの動き考えるのめちゃくちゃ時間考えました。いやしかも打ってよかったな、よく考えたら。確かこれループできるんだっけ。あーしかも全然削ってない。やっぱ打っときゃよかった。で透明化してさ、はえこれ一回多分元に戻さない一回これどっちかのスイッチだけ踏んで、あれでしょ、あの2個踏んで2個踏んで戻る状態にしないと。そうよね、そうじゃない、だって2個踏んだら透明化するし、1個だったら、そうだな、これ1個だったらそうだもんね。だからこれ横間で下がっていって、あーちょっとこれを2個積みたくないな。でも2個踏んじゃうよねこれで。に1個だけ踏んで一旦ちょっと置いといて、はいはい、そうね、これ1回置いといて、で2個踏んだらその殴れる状態にしとけばいろいろやりやすいのかな。考えすぎ？だからこれをこう打ってで戻れるじゃないですか。はいはい、こう打って、はい、3フレー踏む、 OK。 毎回これ繰り返していけば多分いけんじゃない。で今度上だから下から横に上がっていって、で多分適当に殴ってたら弱点か、まあ外側殴るでしょ。はい、あやべ、やべ、しかも2フレーだし、あ、これ死ぬ死ぬかも。危ねえ、うわーめんどくせえ。あれこれ、あれだな、でかい攻撃以外多分大抵食らわないパターンかな。で、2個踏めたから矢印反転だし、これはもう絶対に忘れない。矢印反転だから次こっち。はい。で、これ横間で下がっていって、多分あの上弱点勝手に薄くいったら当たってくれると思うんですよね。はい。ほら、多分これ薄くいくと、その敵の判定の頂点が多分上弱点になるんで、薄くいけば勝手に上弱点殴ってくれる。その結局一番最初になったら上の、ま、上の一番高いところなんで。これでどれぐらい、おおお、ダメだ、全然ダメだ。で、無月そこでしょ、で、今、これ無月からの霹靂でいけるそんな都合よくいけるかな。でも3つだから、間違えて3つ踏んじゃったら積みなんですよね。3つ踏んだら積みだから、うーん、横間して何もせずにここをで矢印反転だけど、まあどうせこれ意味ないし、これで無月買って、あーじゃあダメじゃ、弱点露出じゃない、危ねえ。そしたら、うーん、でスイッチを、そうだな、スイッチ逆転させて透明化するとちょっとめんどくさいから、縦勘でいって、で透明化出す、あっち出す、いや違うな、これ横勘で透明化させて横勘で上がっていってボス殴って、で3つ踏まず2個で終われるよね。はい、あ、やしゅった、これ矢印反転だ、入れ歯してくれ、頼む、よし、危ねえ、あ、そっか、こういう動きもあったのね。危ねえ、危ねえ、完全にやらかすとこだった。もう、矢印反転。はい、無月。で、OK。あとは、これで霹靂一閃がどれぐらい出てくれるか、これでもワンパンできなかったら私死にます。うおぉ、いやー、これ超、してるわ。いや、マジでこれ全一に全てかかってるんですけど。じゃあ、さっきと同じ動きで横間で上がっていって、矢印反転はしてない。いや、でもカウンターキラーもらってないな。うわ、カウンターキラーもらってないの、これ。悪手じゃよ、アリンコかもしんない。はい。はい。で、これ透明化でこういく。はい。はい。いや、これどうだろうな。霹靂一閃どれぐらい、一応上弱点あるから、攻撃は通るんですけど、通って、あ、やべ。うおー、あ、やべ。そう、うわ、うわ、暴れてる途中に3つ踏んでやがる。もう、そんなことある、うわ、そんな仕様あったの、みんな全員使うときマジで注意よ。じゃあこれ透明化にしとかないと、うわ、やらかすわ絶対これ。スイッチが右下と上とあそこでしょ、で3つそこだから、こう打って、はい、よし、 OK。 おっ、おお、いや、一番最後の、うわ、これ無月でとどめさせたらめちゃくちゃかっこよく終われたんでしょうけど、
まあある意味無月一語の殴りで終わったから、最後あれなんで取ったんだろう。底力地雷殴りとかだったら攻撃通るのかな。クリティカルとかも特に出てないよね。まあなんかすげえグダグダだった気がしたけど、まあ全逸どれぐらい強いかだけこれ流して終わるわ。縦勘で左下が多分一番踏まなさそうだから、はい、これでどれぐらい出るかね。ワンパンとか狙えるのかな。ゲッ、えっ、おっやべ、どう、お、一個も踏まなかったけど、いやこれワンパンも無理かな。どれぐらい削れてるこれ。うわっ、全然足りてない。